よろししくお願いしますあすみませんね、拍手を要求しちゃったみたいで、えーと、なんかちょっと学校の講義してるみたいな感じになってますけれども、えーとまあ、あのテーマが宇宙開発みたいな話になってたんで、注入してるという状況で、えー、そういったあの今、宇宙開発ビジネスっていうのが、世界中で結構流行ってきてるという状況があります。 一体どういうことかっていうともともと宇宙っていったら皆さん、ね、あのアポロ計画とか NASAJAXA みたいな感じでこう国がやる国がものすごいお金をかけてやるものだというふうに多分思い込まれてると思いますけれども、まあ、実はここ10年ぐらいで大きく流れが変わってきてます。まあ、特にに、えー、宇宙開発の先進国であるアメリカは、えー、もう数年前に方針を変えて えー、もう国はあんまり宇宙開発に、まあ、お金をかけないと、特に <laughs>、えー、地球軌道の周りを回る国際宇宙ステーションとか、えー、商業用の衛星とか、そういったものっていうのは、もう国はバックアップしませんよと、まあ、最初は産業の立ち上げにためにバックアップするんですけれども、えー、民間に任せますよというふうな方針に変わりました。えー、これはなぜかとというと、えー 中、まあ、開発自体にコストがかかりにくくなっているというのは一つの大きな理由ですねそれは中開発ってこれやってみると分かるんですけど、えー、実はいろんな産業の集合体で、えー、もう本当にあの技術の粋を集めて作られているものなんですね、まあ、例えば、えー、ロケットの外形を見たら分かりますけど、まあ、外形今、えー、金属で作られているのもあれば我々のロケットなんかは 大部分を CFRP っていうカーボンファイバーで,すねで作ってますし CFRP とか GFRP とかアルミニウムとかアルミニウム合金とかそういったものが外形に使われていてそれをいかに軽くするかっていうところが実はロケットのまず第一の問題なんですね構造重量っていうんですけど燃料を入れない状態の重量をいかに軽くするか。 最近あの公開されたアニメの「風立ちぬ」っていうアニメ映画ご,ご覧になった方は分かると思うんですけど主人公の堀越二郎さんが、えー、いろんなこう軽量化のためのアイデアを開発するシーンがいろんなところで出てきますけどそれで頭の中でこうシミュレーションしてみたら、えー、ロケッあ,あれは飛行機ですけど飛行機が空中分解したりとかしましたけど、まあ、あの頃の時代も今も。 えー、ロケットも航空機も基本的には構造重量をいかに軽くするかっていうところは非常に大きな問題なんですね軽くすればするほどまあ性能にかなり響いてくるっていうところはロケットも一緒で、まあ、やってることは全く一緒です僕らもよく開発メンバーと言ってますけど堀越二郎が5人欲しいみたいなまあもっといてもいいんですけど <laughs> ちょうどねあれは名古屋、ね、三菱重工のまあ 前身にななったところででのお話なんですけどまあそういったものから、えー、ロケットエンジンであったり、まあ、これは本当にその高温の流体を扱う技術なんですけどあるいはポンプタービンポンプであったりとか、えー、耐熱材料であったりとか、えー、あるいはアビオニクス系ですね電子機器あと通信であったりとか。 あとジャイロとかセンサーの類ですねそういったものもですね必要になってくるとでこれがわりとこうすべ、うん、て集まらないと、えー、ロケットってできないんですけどわり、まあ、と最近はあの例えばこういったスマートフォンの中にも加速度センサーだったりとかジャイロであったりとか GPS の受信機であったりとかそういったものがもうコンパクトにまとまって入ってるんですね。 であったりとか通信の技術もどんどんその、えー、通信スピードも上がってきているし、えー、いろんなその技術がです、ね、その民間で利用されるようになってきてコストもどんどん,どんどん安くなってきているというのが今現状ですねその状況を利用して、えー、じゃあもうこれは民間でも開発できるようになったんじゃないかとしかもコストを下げて開発できるようになったんじゃないかというのがアメリカ政府の判断で、まあ、実際にそうなっていると。 それで宇宙ベンチャーっていうのが10年ぐらい前からこう割とこうアメリカでは魚のタケノコのように出てきてるんですね。それが世界の潮流になっていてアメリカだけじゃなくて、まあ、例えばヨーロッパでも例えばデンマークっていう国であってたりとかニュージーランドであってたりとかいろんなところにロケットのベンチャーができてきてると。まあ、ただねこれなかなか難しいのは、えー、実は日本ってすごい恵まれていてこれだけの素材技術、要素技術を、えーまあ、簡単に インンテグレーションすするるためにこう調達がでできる国ってなななかかいんですよ例えば CFRP のまあカーボンファイバーをこうえー実際にこうえロケットの構造とかに使う時はそのまずプリプレグって言われてる東ーーレとかが出してるんですけど東レって実はあのカーボンファイバーのそういうプリプレグってシートのシェアで多分世界78割ぐらい持ってるんじゃないかなというぐらいすごい会社で。 えー、もともとそのカーボン繊維に、えーまあ、樹脂を、えー、浸した形で、えー、それで出荷してるんですねでそれを買った会社は、えー、ペタペタと、まあ、昔の,あの漆器みたいなものですねあの茶碗とか茶碗というか味噌汁とか食べるときに使う漆器と、まあ、技術的には基本的には一緒なんですけど、えー、あれは竹に、えー、漆っていう樹脂を塗ってるんですけど今はカーボンファイバーに 合成、えー、樹脂を塗ってそれを、えー、オーブンで、まあ、オーブンというか、えー、オートクレーブっていうんですけど、えーまあ、大したもんじゃないんですよオートクレーブもオートクレーブも多分あれ自分でも作れます今だったら多分,分1 3 0度 c ぐらいで溶けるんで、えー、1 3 0度 c ぐらいの油に真空パックした、えー、プリプレグをこう貼り付けた構造体を何,何十分だかこう浸しとくとカーボンって、えー、カーボン 繊維を使った構造物って作れるんですけど、まあ、あのでっかいのになるとでっかい音クレーブが必要になってくるんで大変なんですけど、まあ、そういったことをですね、えーまあ、要は日本って世界で一番プリプレグが入手しやすい国だったりとかするんですけどだから、ね、北朝鮮の人って僕すごいなと思うのはすごいですよあれはあん,なあんな国でロケットを軌道に乗っけたって多分ありえないですねやばいですねあれは。 はい、本当にやばいです、あれは。すごい努力だっただろうなと思います、あの担当者たちは多分失敗したら銃殺刑とかなっちゃうんですよ、そのプレッシャーに耐えて、部品がないのなんかもう必死になって、万明文豪で日本から密輸してるんですよ、すごいですよ、本当に。ある時期、大量にアルミ製のマウンテンバイクが日本から万明文豪で。 北朝鮮に渡っていたらしいです、まあ、それを見た僕の知り合いの北大の,あのロケットやってる教授はこれはやばいと「北朝鮮は次は液体燃料ロケットじゃなくて固体燃料ロケットを狙ってるに違いない」って言ってました固体、はい、燃料ロケットの燃料っていうのはあの火炎素酸アンモニウムとかそういった物質なんですけどあのそれは、まあ、あの燃やすその元になってるやつであの粉末のアルミニウムとかマグネシウムとかそういったものが結構いっぱい 入ってんです、ね、あの多分この間うちは元気になった国産大型ロケットのイプシロンとかあれ多分アルミニウムの粉末とかがぶわーっと入ってると思いますアルミニウム純粋アルミニウムってあれものすごい酸化力が強いんでまあ高校の科学ぐらいやった人だったらわかると思いますけどアルミニウムって錆びないんじゃなくてあれは酸化皮膜ができてるんで、えー、ものすごい酸化力強いんですね燃えすんご燃えるんですよねアルミニウムの粉末って。 まあ全然ちょっと話しとれましたけど、えー、そういったことができる国ってなかなかなくてアメリカとか日本とか本当に限られた数カ国しか多分ロケットを民間企業が作れる環境が整っているところってないんですなので私は、えー、こんな恵まれた国にいてロケットを作らないわけにはいかないだろうというふうに思うんですけども意外と日本のベンチャー経営者ってなんかロケットに行かないんですよね。みんんななんかロロケケッットトの話をすると堀江さんロケット とにだけは投資できまませんって大体言われますなんかすごいどうしてなんだろうなってちょっと皆さんも一緒になって考えてほしいんですけどアメリカの IT ベンチャーのこう成功者たちって結構みんな宇宙行ってるんですよ。で僕はあのスペースえーごめんなさいエクスプライズファンデーションっていうのを理事をやってたんですけどえまあ有名なとこで言うとアンサリーエクスプライズっていうのでスペースシップアンというサバオビタルの宇宙機が。 えーまあ、民間企業で初めて、えー、それに成功して10億円ぐらいの賞金をもらったやつなんですけど、まあ、このアンサリさんっていうのは実は女性でアニューシャ・アンサリさんっていうんですけどイラ,ンイ,ランイラン人で旦那さんと一緒に渡米してきてでアメリカでまあ言ったらメイテックみたいな会社を起こしてギリシャの派遣ですね。 の派遣を起こしてそれで大成功してでもう受けたお金を実は結構宇宙に投資してたりとかしてアニューシャンサリ多分僕と同い年ぐらいなんですけどえ女性で初めて民間あの宇宙旅行者になった人ですねスペースアドベンチャーズっていうののえ宇宙旅行券を買ってソユーズで45年前に宇宙に行きました彼女なんかもそうだしえそのエクスプラスファンデーションのボードメンバーって結構 そそううたるメンツが集まっていて、まあ、例えばイーロン・マスク結構有名な方なんですけどもともとペイパルっていう会社の共同創設者で、えー、ペイパルはその後イ eBay に買収されて今ではそのネットのクレジットカード決済の、まあ、スタンダードになってる会社ですねでその売却したお金をもとにして2002年に彼は、えー、ロケットを作るベンチャー企業スペース X, スペース X を作ります そして2004年に初めてロケットの燃焼ロケットエンジンの燃焼試験に成功して2007年に初めて人工衛星を民間企業で宇宙に打ち上げました今はファルコン9という最新型のロケットが今の日本の H2A ロケットぐらいの能力なんですけどそれを半分以下のコストで運用することが可能になっていますであったりとかグーグルの ラリリーペイジとセルゲブリン、まあ、彼らもやっぱり宇宙あのエクスプライズファンデーションのボードメンバーで今 Google ルナーエクスプライズっていうのをやっていて、まあ、彼らはその世界中のって言ってますけど世界だけじゃなくて宇宙全体の、えー、あらゆるものを検索できるようにするっていうのが彼らの目標でちょうど僕が Google の本社でエクスプライズファンデーションのボードミーティングがあった時に行ったんですけど、まあ、その時にまだ未公開だった Google マーズっていうのを がが玄関とといいうかあのエンントランスのところに飾ってあってててあ火星がぐりぐり動いてました、えー、当時まだ、あのーまあ、できたばかりのというかマーズパスファインダーとかそういう宇宙船があの火星の周りぐるぐる回ってるんですけどそういったところからの映像をつなぎ合わせて、えー、バーチャルなあ火星を、えー、作ってたりとかしたんですけど、まあ、Google Earth の火星版みたいなやつですね。 で彼はすごく興味がやっぱりそういったところにあって、えー、月に無人の宇宙機を送って、えー、何メートル走ってそれを動画で撮影して地球に送れたらあの10億円とか20億円とかっていう賞金を出してますね、えー、まだ達成したチームはいないですけどあと2年ぐらいかな期限が残ってると言ったりとかまああの、えー、アマゾンの 創設者の、えー、ジェフ・ベソスもやはりブルーオリジンという会社を作って、えー、宇宙船の開発をしてますし、えー、アルマジュロっという会社は、えー、ドゥームとかそういうあのシューティングゲームですね、えー、そういったものを作った、えーとえー、ジョン・カーマックという名前忘れました、えー、そういった人たちがどんどんその IT で成功した人たちが宇宙にフロンティアを求めて、えー、動いてると。で僕多分その 大事なことっていうかその彼らが持ってるスピリッツって多分そういうところなんだと思うんですよね、えーまあ、イーロン・マスクは実は宇宙だけじゃなくて皆さんご存知のテスラモーターズっていうあのスポーツカーですね、えー、電気自動車の、まあ、EV のスポーツカーを、まあ、開発してかなり今売れてるんですけれども、まあ、日本でも何台か乗ってる人いますけど。 ああいうかっこいいスポーツカーを作ったりとかそういったソーラーシステムの会社を作ったりとかデータセンターの会社を作ったりとかいろんなことをやってるんですけども彼らが共通して持ってるものっていうのはそのフロンティアスピリッツというかえ新しいものをいかに世の中に普及させてえそして社会をいかに送っしていくかっていうところにものすごくこう注力をしてやっているっていうところがまあ共通点なんですよね。 だけどなぜか日本の IT 企業家ってそういったところに全然向かなくてなんかひたすらソーシャルゲームとかずっと作ってますよね <laughs> 意味がわかんないなと思って <laughs> そんなにソーシャルゲーム作りたいかというようなところが僕はちょっと大きな違いだなと思ってますなのであのまあそういったところに行くのもいいんですが えー、もっとこうでかいことをこう一発でみんなが感動してこう社会が変わってしまうようなことっていうのをやってほしいななんていうふうに思ってます僕ももう40歳なんですけどいま、えー、だにそのなんだろうなよく聞かれるんですよね。あの有料のメールマママガジンっていうのをやっていていマグマグとか ドアンののプロマガっってていうのとかででやってるんですねで今,今1万6千人ぐらい読者いるんですけどそこであの人気の Q&A コーナーっていうのをやっていて今 YouTube でも、えー、公開してるんですけど1日1本ずつアップロードしてるんですけどそこにあの寄せられる質問の中であのまあよく聞かれるんですよねその未来が見えないとか。 どうしたらいいですかとかいうふうに聞かれることがすごく多くてで僕はそういった人たちに対してすごいアドバイスをしては言ってるんですけどまあその,大きな夢っていうのがてなんかこうモテないいみたいなんですよねでそれを持てないのはなぜかっていうと多分まあ絶対自分はそういったことを大きなことが実現できないっていうふうに多分思ってるんだと思うんですけど僕そんなことないと思うんですよね。 あの絶対俺はできるんだって自信を持ってたらそういうのはできるチャンスってのは多分回ってくると思うんですでそういったことを僕は伝えていきたいし、えー、もう40歳になりますけど,そのな,りますけどな,なったんですけどそこでそのあえてこう、まあ、ロケットやってるっていうのはのでっかい夢をこう追ってることをこう示す。 かかりやすすいいじゃないですかロケットって飛んでいって宇宙に来ましたもうそれだけであのみんな分かってくれるっていう,こう言葉はいらないなっていうぐらい、まあ、そういったことをです、ね、これからやっていきたいと思いますし皆さんもぜひその大きな夢を持って周りからなんかバカにされようとう僕もずっとロケットの話するとバカにされてたんですけど最近なんかどんどん打ち上げ実験とか成功したりとかしてるんでみんなあまりバカにしなくなったんですけど大体そういうもんなんで。 あのちっちゃい夢だけじゃなくて、大きな夢をずっと持ち続けて、これからも生きていってほしいなと思います。あのそういったのをです、ね、今度、本にして出しますんで、<laughs> あのこれ、最後、宣伝になっちゃいましたけど、あのゼロっていう名前で、11月5日発売で出しますんで、ここにあの皆さん、絶対共感できる内容、書いておきますんで、ぜ、え、ひ、ー、買ってください。すいません,なんか最後宣伝みたななっちゃったあの大きな夢を 持ち続けてください今日はありがとうございました